なんというの。しのと申します。雪国ではね、寝るとき何にも着ないんだよ。生まれたときのまんまで寝るんだ。その方が寝巻きなんか着るよりずっとあったかいんだよ。世の中にこれ以上小さな結婚式はないであろうが、またこれ以上心が直に触れ合って汗ばむほどに温かい式も他にないはずである。死のは嘘なんか死んでも言いやします。せっかちか。いい、急ぎお願いいたします。両親二人ともあなた様を見せずに死なせてはかわいそうで、私も悔しくてなりません。せめて父にはあなた様を見せてやりたいのです。そしてせめて志乃のこと安心して死んでもらいたいのです。忍がさっぱりません。明日からは別の忍になる。